臓器の処理施設。うわ、ここもおどろおどろしい、なんか音楽とか流れてんだろうな多分。え、これで一安心ね。この当番は何年も続けられてきた。誰、最初の魔女が忙しいのはわかるけど、これはバカげてる。私はここに3夜もいるのよ。少しアドバイスをしましょう。臓器を持ってきた者がいたら、かまどでオーガンって臓器のね、グリースを作るのを手伝いなさい。次に彼らを例の部屋に入れなさい。彼らは所定の量のオーガングリースを注ぎ、コインを捧げるだけでいい。はあ、なんかの処置の話をしてるのかな。例の部屋には驚異的な仕掛けが施されている。あとは部屋が全部やってくれる。部屋で彼らが肉体を強化したら、さらに多くの臓器を集めるよう指示するのよ。必要があれば彼らにこの捧げ物リストを渡してもいい。ちょっと待って、何の話してるこれ。誰かがきっとあなたを助けてくれる。ここを去ってはいけない。最初の魔女はきっと激しくお怒りになる。倒したけどな。開く。十分に所持してますか。はい。ああ、何、強化できるの、オーガングリースとやら。わわわわわわわ、昇格した。レベル10になった。ああ、何、オーガングリース結構いろいろ作れるけど。はい、指、臓器のかまど、これでレベルアップできる。面白。あー、しかもレベル10からは新しいステータスが強化できるぞ。器用さ、呪文の代償。うわ、奇妙さか。器用さ、奇妙さ、呪文の代償軽減するの結構強いけどな。速度もあり。うわー、呪文でガンガン戦う系にもしてみたい気もするけど、別に鎌で頑張ってもいい。で、呪文の代償減らしてみるか。5個分ぐらい減らしてみるかな。さっきのリストってなんだろう。悪魔のファッション記録ね。それはファッション記録はまあ別にそんなにあれなんだけど、リストか。あ、リストを見てたらこの棺の碑文についてのメモがあることに気がついた。846か、プリシラだって言ってたよね。846、プリシラ846ね。はい、多分あってるはずだけど、開けてみよう。おお、研究室のマニュアル上級編、火炎の瓶、呪いの瓶、エリクシールの瓶、抹消の儀式。厄介な敵を夢から完全に抹消するための方法、言ってたな、ロバートが。その敵が所持している貴重な臓器やその他の資源はそれ以降の夜入手ができなくなるため、使用には注意が必要。敵がいない部屋、オーガングリース2本、守りのろうそく1本。中には強すぎてこの儀式は通用しない敵もいる。はあ、古き地、夢の住人である古代のアンデッドが強さを身につけるために飲む。生きてる者には毒となるが、慎重に加工した結果その力を安全に使えるようになった。はあ、永続って書いてあったけど回復とかじゃなさそうだけどな。うん、なんか捧げ物の欄にあるから今すぐ使うとかじゃなくて、どっかで使うアイテムっぽいな。はい、わかりました。臓器の処理をすることで強くなれるのか、そういう仕組みもある。さてと、さて、2部屋ほど飛ばしてるけど調べる。赤色のロー、敵めっちゃいるんだよな。入ってみるか。誰かいそうだけど、確かに魔女団員うろうろしてる。いやー、でもそれにしてもな、もうあんまり言わないようにするけど、音楽な。最初の魔女と同時に倒れちまったばっかりに音楽がよ。足音とかもなんかかき消されてるっちゃかき消されてる。入ろ。よし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 、このため攻撃がまあ効いて。やべ、また出てきた。またあいつ出てきたわ。よっ、あいつが出てきたら一旦距離取っていい。
で、あの魔女隊員、このプレイどう？このプレイ、このプレイいけてない？ちょっとこれ扉前のこの、マジ出血出血、まず出血、やべ体力ねえ、体力ねえわ。チョコレートケーキ食べる。やっぱあんまそんなにうまくいかないよな。危ない、やばい、あーガードしたつもりだったけど、やべ出てきた人すぐ、うわーこいつなー、たたちょ待って、もうちょいだけどな、ちょっとたま待て待て待て、よくないよくないよくない、よくない、あっぶねえ、はあ大変なことになりましたよこれ。ステータス効果出血してんのかもしかして。ちょ包帯巻くわ、ちょ覗き見ていい？うん、探してるな。でももう倒せるぞ。うわ出てきた瞬間殴られてる。そんな辛いことある？倒した倒した、なんかせこい動きしてたけど、火薬でかい、ゴロつき、ゴロつきだらけじゃん。銃取ってくれマジで。よっ、まあこれはね、これあれだな、こいつはあれだ、訓練し助手だこれ。振り早いね。回避してもさ食らっちゃってんだよな。やばい、ダッシュだ。であとこれ、これ肉食べて中毒になったら競争剤か解毒剤飲みはそれで済む。であと包帯巻いた方がいいかも。うわ鎌じゃない方がいいかもな。あダッシュしてる、体力もやっべー。あコーヒーあるわ、じゃあコーヒー飲んどきますこんなボス戦でもないのにガン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 アイテム使っていいの倒した倒した、まあまあ、 あの復活はしないからね、ほらコインも手に入るし、まあ、これでどうにかみたいな、これでなんとかやっていきましょうみたいなね。鏡、そう虚空にはいつでも入れるようになったから、そう救急キットとか処置キットとかはね使える、買えるんだよなコインさえあれば。しかしいくらお金があってもこの最初の魔女の音楽問題は全く解決しそうにない。マーガレットの部屋全然見てなかったや。はい、ん？飛翔の写本、呪いのエネルギーを利用して速く走る方法が記述されている。走ってる間は呪いにかかってしまう。いやー微妙だな使うのそれ。足の速度結構別に問題ないって思ってるからな。調べる、プリシラの歴史、夢の歴史か。なるほど、偶像がビザンティウムに現れたのは紀元前200年頃だってことで、かなり昔のやっぱその遺物みたいな感じですね。アーティファクトって呼ばれてたけど、ある時偶像の所有者は夢を貴族の遊び場にしたら大儲けができると考えた。現実世界では倫理的な義務があるが、夢の中ではそのようなものがないから料金さん払えば好きなように振る舞える。夜になると偶像の覆いが外され、偶像には闘技場、陥落施設、牢獄が見せられた。それがどのようにつながったものかわからないが、偶像はそれらをもとに夢の中に迷宮を作り上げた。その人たちは帰ってこられたのかって話はあるけど、でもなんか夢から覚める方法もあるみたいなね、雰囲気はちょっと出してますよね。骨の灰持ってないそんなものは。よっ、ん？あーファッション記録ね、まあファッション記録そんないっぱい使うことあるかなって思ったりしてますが、よし、調べる、包帯、アイテムだいぶ使っちゃってますけど、2階の浴室一応開けてみる、調べる、解毒剤とか応急処置キットとか嬉しい。あれここ敵いない感じかな、ん？なんか絵の後ろから手出てない、なんかへ間違えた間違えた、何使っちゃってんのそれそれ今何使った魔法使ったのか。あーだからさ、こういう時に
多分だけどこの鏡の盾とかの方がいいんじゃないかって話ね。ほらこれだとちょっとガードできるんじゃない。食らってはいるけどな。あー出血ダメージだからさすがに食らわなさそうだな。木だもんね、ただのこれ。え、なんか無抵抗なんだけど全く抵抗なく倒せてる。なんだこいつ、額縁。謎の時間が過ぎる。はい、もうちょっとで壊れます。はいはいはい、取りつかれた絵。ガクトサイズに注目しろ。何かが違う。コイン4枚。まあ弱かったもんな。いや弱かったけど、これ誰かとの合わせ技で来られたらかなり困るな。あとここハテナマークまだついてる。あれ、ロバート・ブラケットの部屋回す。あ、てかそもそもここまだあんまし調べてなかったか。あ、体力プラス100、強いなこれ。古き地で作れる、古き地で作れる地ってそんなのが。呪いのダメージね。麻痺の瓶、いやどっちかっていうとね、この毒の瓶が結構強いんだよな。まあ一応エリックシールの瓶も作ってみるか。あ、競争剤、まあ競争剤も作っておこう。体力回復するしな。なんだったら今すぐ飲みたいぐらいだ。あと人形全然使わないから、人形全く使わないんで多分うまいこと使い得るんだろうけど、ちょ、まあ一応そうだな、中毒症状治すって効果があるから一旦処置キットにしとこう。プリシラの夢の歴史3。うん、ローマ皇帝コンスタンティヌスがビザンティウムを新しく首都にすると偶像が外に持ち出されることは少なくなった。偶像は危険、あるいは異端のものという意識が強くなったかもしれない。十字軍の後迷宮に関する記録は途絶える。その後600年間偶像がどうなったのかは不明。ある家系が人目につかぬように使ったかもしれないし、朽ち果てた墓地にずっとしまわれたのかもしれない。ある商人がこの偶像を見つけた1874年、この商人はそれを私の兄ピーター・モスティンに売ったということで、プリシラ自身が書いてるんだなこれ。私が夢の謎を解き明かし始めたのもこの家だった。なるほど、偶像に関する確かに記述だな。回す、ちょっと一旦周り見てからにするか。よっ、調べる。見習いのろうそく台、火炎ダメージ。なんかでかいクマ怖いな。まあよくわかんないけど一旦回してみるか。なんかもう一回回すとかできないのこれ。何もできない。ちょ、謎の遊び心ある部屋棚、本当にそれだけか怪しいけどな。それは最初の魔女の部屋ね。ここも敵がいたんだっけ。回す、あれ、なんか A ボタンを押したらより回せるとかさ、なんかそういう感じもないんだよな。なんかちょっと浮くだけ。うん、血まみれの糸。え、血と臓器の混合物で処理された細い金属製のワイヤー。鎧に溶接したりして物理耐性を高めることができる。所定の技術があれば、技能があれば。おお。鎧の呪文とか、まあこの辺りはいつも通りなんか適当にパッパ。あ、まあダミーの呪文とかもね結構強そうではあるけどな。収穫フィールド、ちょっと鎧の呪文は唱えとこっか。よっ、多分これだいぶ呪われるから、まあ呪いの呪文全部、違う、鎧の呪文全部使って、あと守りのろうそくで呪いの値を下げとこう。ん、死体の魔術の本。部屋で横に横たわる死体を呪いのエネルギーで爆発させることができる。うわー、なんか使い勝手あんまり良くなさそうだけど。火球の本、大きな火球を放つ。これは悪くなさそう。本ってことはなんだ、作れるようになるってことなのかな。そういうわけでもない。あ、そうか、本はあれか、巻物と違ってそのまま使えるやつか。なるほどな。そうかそうか、装備品みたいに使えるのか。さっきちょっと説明、あー、なんじゃそりゃー。うわー、こいつもなー。これ多分その出血ダメージが効かないだったら斧にした方がいいよね、ダメージ的に。
で、あとこいつ多分大したことないよ。なんかただの作業になりそうこれ。ただの作業になりそうとか言いながら鎧全部剥がされた。結局レアビット、はい、取り憑かれた箱、食べ物が結構豊富にある。読む、最初の魔女へ。サマンサ、今夜は君が手伝いに来るのを1時間ほど待っていた。もし明日も来なければ人形に魔法をかけて手伝ってもらう。その場合君には任務から外れてもらう。これ以上失望させないでほしい。君の友のロバート。サマンサって名前なんだ、魔女。なんだこのベッド。まだハテナマークついてるけどな。多分全部見たはずだけど。なんだろうこれ。もしかしてもうちょっと力があったら回せるとかそういうことなのかな。なんかそういうなんかパラメータが足りてない説もちょっとなくもないか。はい、まあ、ということでだいぶここの辺調べたけど、これもう右手の方を進める。進めた。体を調べる。あ、骨の灰だ。ペテン師の魔女団員調べてなかった。灰入れたら記憶のやつがいけるところ、あ、ここか。記憶の祭壇復活。いや、これな。あー、涙もね。もう記憶済み10個もこれ保存できるけど、こういうなんか魔法書とかも持ってってもいいかもな。槍召喚とか、あと指輪ちょっと減らして盾とか覚えるようにしてみましたけど。はい、ちょっと端っこの部屋行くか。ここ戦いの後やばいなマジで。2階の寝室。あ、無知だ。買わなくても済んだ。多分範囲がめっちゃ広いなこれ。なんだそりゃ、そんなことできんの。パチン。体を調べる。骨の灰。もしかして今ので死んでるのあいつ。どんだけ気合入ってんだ、すごいな。普通のナイフ。これ普通の、本当に普通のナイフだな。今まで見たことあるような、どっかで売ってたもんね。何あいつ。ああいう敵ってことなんだよな多分。スコーン食べときます。開く。あれ、ここまだハテナマークついてるな、バルコニー。まあ一旦いいか。調べる。投げナイフ、嬉しい。あ、そういえばナイフ取りに帰らなきゃいけないんだった。調べる。空白の魔女隊員の本調べる。シルクハット、メガネから変えてみるってパターン。あ、幻影排除。これ下行くのかな。あー、東階段だ。あ、戻ってきた。ここは開けてみて。あー、ここね、入り口。おお、だいぶ繋がってきてるな。やばそう。ちょっと一旦スルーしといて。で、こっち行くと、地下室だもんね。あ、もう、だいぶこれ、モスティンハウスのさ、相当調べてるよ、これ。ね。全容がかなり明らかになってきてる。あちん。聞いて。そういや、こいつ。うわー、すごい遠くまで届く、これ。すごい、すごい。今までのリーチとは、かなり一線を隠す。ちょっと難しいけど、まだ間合い測りきれてない。間合い測りきれてない感がすごいな。調べる。いやこれね、ちょっと僕一回も死なずにこのゲームクリアしたいなって思ってるんですけど、こうイベント以外では。だからアイテムとかもかなり惜しみなく使って全力尽くすようにしてるんですけど、これ最初の魔女のこの音楽死んで治るんだったらもうちょっと諦めてもいいかなって思ってます。じゃないとこれさすがにね、
これちょっと辛いもんありますよね。なのでちょっとそれちょっと試してみますかね。そしてそれを試して治ってよかったってみんなニコニコして、そしたら一旦そこで休憩ってことにしよっかな。でちょっとムチ気に入ったからムチ覚えとこうかな。はい、死んだらどういう感じでねまた始まるかも気になるところですし、あとこれ祭壇使ってる時、ほいパチン、ショットガン持ってる、すごい。でもちょっと戦ってみる、パチン、いて。でもこのさ、このくるってやった時の立ち上がりがやっぱり速度によって関係するんだったら、重い鎧はそこそこデメリットあるな。あと意外と戦えてる。意外と戦えてる。よし、ちょっと初めて敵に倒されてみました。持ち物とか本当に全部なくなるっていう感じ。ああ僕のウィザリングルームズ壊れちゃったアイテム全部なくしてバグだけ残ってる。ああどうしよう、これどうにもできないな。もう一回ゲーム落としてみるかな。これタイトルに戻るだけじゃなくて戻ってみる。いやもうかなり怪しいけどな。ちょっとやってみます。うわー治りました、よかった、再起動したら治った。じゃあアイテム失う必要なかったじゃん薬とか食べ物が全部飛んでる。うわー大変だな。これ多分、誤りのお部屋に行ったら、取り返せるのかな？思い出したとかって言ったもんね。多分3回だっけ？これ？いけてるいけてる。よっ。多分この先にその宝箱あって、それを思い出す。ほら、前の夜の。これ、あれ？でもそういうわけじゃないな。祭壇に行かなきゃいけないのかな？一回。ここにあるものって別にその記憶したアイテムってわけじゃなさそう。やべ、まだ死んだことがないから分かってないけど、祭壇の前に行くのか。え、てか待って、持ってる。あ、いや持ってるわ。あ、持ってました持ってました、普通に、ごめんなさい、普通に持ってましただからムチ持ってんだもんね。あーそっかー、普通にアイテムなくしただけになっちゃったな。記憶したアイテム、うわこれ死んだらかなりショックなことになる。俺は死が怖くなってしまったな。はい、まあ、ということで今回はこの辺りでウィザリングルームズ終わっておこうかなと思います。うわー再起動するだけでよかったんだ。腐敗しかけてるナイチンゲールを見てお別れです。今回もはい動画見てくれてありがとうございます。それではまた続きね、頑張っていきます。またね。はい。ということで、今回はこの辺りで動画終わっておきます。はい。ではまた。